30代であっても0.2%ぐらいの致死率じゃないかと言われています。これって500人に1人、感染して発症すると500人に1人は20代であっても亡くなってしまうということなんですね。例えばなんか乗り物があって、この乗り物は500回に1回死亡事故を起こしますと、そういう乗り物があったら乗れますかという、怖くて乗れないというふうに感じると思うんですね。